バック抑えにかかる佐々木を1番の道場がスポッと道場が突っ張って佐々木を出させません。6番田中4番手のイン、結局5番の佐々木はもう一度後方の7番手で体勢を立て直していきます。おっと1リッター5番の佐々木、佐々木はインに切り込んで中段を取りに行く。前は1番下道場明憲です。残り2周を切っている。1番道場、7番島津、9番武井の南関東勢、4番抵抗ちょっともつれますが、さあどうでしょうか。5番佐々木、6番田中絡んでいきます。鐘が鳴って1番道場明憲のマイペースになった。7番島津拓也、9番武井愛介の南関東勢、4番手は5番の佐々木健二がさばいた。佐々木の後ろに2番の棚橋と、ちょっとここはラインが乱れて、最終の1コーナーから2コーナー、1番道場明憲、7番島津拓也、9番の武井大介、4番手5番の佐々木健二が最終バックまくれるか。むしろ3番車佐藤慎太郎が追い上げますが、3、4コーナー1番道場のかかりがいいか。7番島津、9番武井、直線コースに帰って道場明憲、番手から7番島津の追い込み、島津が追い込んでる。川口が3番手から前へ前へと行って、八谷はどうする。さあ2番川口、5番の森川、岐阜勢で前を叩いて1番の鈴木切り替えていった。そして8番車小池千秋です。赤バンドホーム、ここで一気に風を切る8番車小池千秋、7番天海一樹です。2番の川口が後位、3番手をキープした。5番車森川大輔、1番の鈴木が5番手、4番の八谷6番手、6番の岡崎8番手の体勢でジャンを迎えます。8番小池千秋には迷いがありません。7番天海一樹絶好番手、3番手2番の川口誠二です。5番手から1番車鈴木が追い上げようとするんですが、縦一列最終ホームを通過して8番小池、7番天海、天海後ろを見て余裕があるか。3番手2番の川口誠二、川口が巻っていく。さあ2コーナー、川口のまくり、7番天海の牽制をかいくった。川口誠二のまくりが決まって、5番森川大輔切り替えようという天海ですが、直線コースに帰ってくる。川口誠二、森川大輔、川口だ、川口通算に躍勝。さあ一番新山が突っ張るか、古性と脇本に動きがない。脇本は車間を切ってるんですが、新山突っ張るか。新山ピッチを上げる、新山恭平ピッチを上げて残り2周の赤バンドホームです。大歓声の中、1番新山、7番車森沢太、5番松谷秀樹です。後位4番手、3番古性優作、脇本は8番手、脇本優太は8番手。鐘が鳴って1番新山恭平、そしてスパートする2番脇本、脇本がスパートするんですが、車の伸びはどうだ。現在5番手、4番手、前は1番の新山、そして7番の森沢、5番の松谷、やってきた2番車脇本、脇本がやってくる。現在4番手相当並走、そのインコースに3番の故障で最初2コーナーからバック、新山恭平、森沢太、まくり上げる脇本優太、そして6番三谷隆起で直線コースに帰った。まくり切った脇本優太、脇本優太です。残り2周を切りまして、5番本田が切っていって、2番渡辺隆が乗り移って中段3番手、しかし粘っている7番大谷康重、難関勢の後ろは大谷と渡辺隆、取り合いになっていますがどうでしょうか。
残り1周半、ホンダが先頭、逃がされて3番荻野がマーク、その後は外並走関東勢、内目塞がれているのは中部勢です。7番大谷と1番の谷田、最終選考はスローペースで5番本田哲也が風を切る流れ、3番荻野が2番手、大事な3番手は7番大谷康志が取り切るか、1番谷田大平外へ出しますが2番渡辺隆もしぶとくへばりついている。難関勢の後ろはまだ膠着状態、200を通過した一社牛を救った7番大谷が3番荻野の懐を狙ってくる、それに乗じる格好で1番谷田大平が3番荻野をさばいて、さらに後ろから4番肥後直樹も追い込んできました。本田の先行、後ろから7番大谷康志が出て降臨、4番肥後直樹今日も追い込んできて2着。3番手に構えます4番の島川、さあそして後ろからは難関2社上がってきました。6番の鈴木が先頭に変わってきます。さあ誘導外れて番手マークは3番内藤、6番3番と一度前段に変わりますが、4番の島川率いる中四国勢も上がってきます。残り1周半、一気にペース上がりました。ジャンが入って3コーナーから4コーナー、4番の島川が先行体制、1番港、そして7番の中村3番手、その内側に6番の鈴木、今度は5番の小畑が2番の白岩連れて踏んできました。最終周回1コーナーから2コーナー、4番の島川が内側で突っ張っていきます。それでもまくっていこうと5番の小畑ですが、小畑は外へ浮きました。4番の島川、そしてその後は1番の港、7番中村3番手、4番1番7番とこの3車はまくっていこうと、後ろから6番の鈴木、3番手外でいっぱいか、4コーナー回ってきました。4番の島川、その番手からは1番の港がゴール前かわした、そして4番の島川、あとは7番の中村もいました。周回へと入っていきます。さて2番の谷和也ですが、ここは一旦下がりました。前に出たのは3番小村翔吾、四国の2人が前段、2番谷が現在は3番手、さて1番松岡は現在後方、6番手一本棒の体勢でバックストレッチ前で構える3番小村翔吾、そして5番の村井健一と四国勢が前段、ミンを救って中段まで上昇してきたのは1番の松岡、さあ2番谷風が中段から踏み込み、インから前に出ていったのは1番の松岡吉田が4コーナーから直線コースに帰ってくる。さて最終的に誰が主導権を握るか、2番の谷風がここで主導権を取りました。番手は7番の川村浩二、そして3番手は1番4番並走となって1センターから2コーナーのカーブに向かっていく、逃げるのは2番の谷、番手は7番の川村浩二、3番手は4番の津井や近畿三名が前段、そして現在中段4番手は1番6番並走でラインセンターの側に勝った、先頭は2番の谷風や、そして車間を切って2番手が7番川村で直線コースに帰ってきた、2番谷がここは粘ったか、追い込んだ7番。後方からゆっくりと動いてきました。打掌の周回へと入っていきます。1番松岡、あちらが前に出てくる。さて3番ウリュウ、ここはどうする。1番の松岡が前に出ました。3番のウリュウが現在3番手となった。
そして7番中野は現在後方5番手、打賞を迎えていきます。打賞を迎えて後方を牽制しながら1番松岡明が先行体制、番手は6番北野武史、3番の瓜生高友が現在3番手、7番の中野優斗は現在後方5番手、一本ボール体制、レースはいよいよ最終周回に入っていく。ホームから仕掛けてきました。7番中野優斗は現在3番手から2番手まで迫ってきた。第1センターの側に合って逃げる1番松岡明、さあここで7番中野と1番松岡が並んで第3コーナーの側に合ったまくり切った。7番中野優斗が先頭に合っている。そして2番手で1番松岡が粘って、5番の池田と番手が持てる展開となった。4コーナーから直線コース、7番の中野優斗が粘っている。追い込むのは5番の池田亮、7番5番ゴールは7番の中野。ゆっくりと上昇していきます。4番の内村太蔵と中国勢が上昇、打賞の周回へと入っていきます。中国勢山に出ていきました。その後方には3番次第6番の中村と短期の2人が続いて、7番セリは下がって現在5番手となります。バックストレッチへ入っていきます。後方を牽制しながら2番の川本が先行体制が打賞を迎えていきます。打賞を迎えて依然として一本棒の際体制で後方を牽制しながら2番川本が先行体制、7番クセリは依然として後方5番手から4コーナーから直線コース、レースはいよいよ最終周回に入っていきます。2番の川本が逃げていく。中国勢が主導権を握りました。7番のセリは依然として後方5番手、一本棒の体制、第1センターから2コーナーのカーに勝って後方から7番のセリがまくって出る。現在3番手から2番手までまくってきました。第3コーナーのカーに勝って逃げる2番川本を捉えた。さあまくった7番セリが先頭、番手は1番の竹内和信、さらには5番の宮地のりも続いて直線コースに帰ってきた。7番のセリが押し切るか、追い込んだ1番、ゴールは1番7。3番の長野和弘、内からは3番の丸山圭一が上がりまして、レースは残り2周、7番荒川が前に出ます。1番平山が2番手真ん中のコースから後ろに引いて2番手がもつれています。3番丸山内のコース、外4番長野でサイド両者並走状態で鐘が鳴っています。6番小川が単独4番手の位置で1番平山が巻き返していく。2センターから4コーナー回ります。7番荒川の番手でまだ決着がついていません。1番平山が追い上げてきて、ここで7番荒川の番手を狙ってきた。1番の平山が7番下荒川の番手を勝ち取って、3番手後ろに引いた4番の長野、外5番下前川です。2名が並走となっています。最終3コーナー突入、7番荒川の番手を届きました。1番の平山が追い込み開始で5番車前川、続いていく福島勢が反撃。直線コースは1番車5番車の1着争い、最後は5番車前川大輔。橋本が前へ出て追っていく堀、堀はどうでしょうか。
3番手で山崎に蓋をしながらこの位置を確保する、そんな流れになっています。さあ打賞前は中段並走は堀が取り切って、結局山崎は下げ切っていきました。打賞の3コーナーで前段は九州勢の橋本、今日は主導権を握っていますが、ジャンの2センター4コーナーから5番手から山崎渡るが仕掛けていきます。前段橋本ペース上げていく、最速はちょっと離れ気味についていく格好で、現在ようやく3番手の外まくり切って、先頭4番山崎、そして2番手キープが6番橋本空、その後ろが3番中松、2番の最速と並走で最終バックで6番の橋本がまくっていきました。そして2番手は4番の山崎がキープ、そして最速は堀を牽制しながら両者交代、4コーナーから直線、ここで2番手には中松が上がった、結果的には九州のワントゥーとなりそう、6番3番、その後は7番の井上。